エゾカズでござる。ロストインメモリー。さあ皆さん、久しぶりです久々です。はい、久々にやってまいりました。まあこの動画はですね、撮った後なんですよ。撮った後にオープニング撮ったんやけど、まあとりあえず映像見てもらおうかな。配信中にやったんで、はい、音質というか音声というかなんかいろいろ変わるけど、まあどうぞ。いきます。まあまあね、うん、あんま期待してない。ここであったら逆にね逆にあの次、マジ？いや決勝やん。いや決勝3つやん。なんやねん、ラムリンやん、レムリンやん。おめでとうちゃうねん、おめでとうちゃうねん。いや決勝かよ、悪いねん、絶対に倒せない。マジ？マジっすか。うわ、ミュー当たるね。まあね、これはもっとは。フェルトね。ではでは、本命本命。5回引けます。いきます。いや、これ当たってないわ。てろー。あ、ちょっと待って、デンスキップにしよった。危ね。はい。おーい。マジ、決勝とか。決勝だっけん。決勝だっけん。いやー、いいシーンやけど。結構読めるな。はい。さあ、うん、来ちゃうよ、来ちゃうよ、みーちゃん。はい。はい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 、いいっすよいいっすよいいっすよ。まあキャラですから。キャラですからね。来たよ来たよ。お前引いてやったでこの野郎。はい、引いたことない。どうやった、どうやった。最高かおい、いや最高だろう。あと3回やりますか、チャンスか。いきます。はい、まあ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 、いまじな虹色の扉じゃないと俺、いやいや、ちゃうねん、ちゃうやん、ちゃうねん。あの決勝当たりすぎだ。いや決勝大事よ。ねえ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 、同じようなってるじゃん、おかしくしゃべらない、ね、はい。お、こういうのも見たことある。気をつけて、気をつけて。ご意力です。なかなかきつしんです。いいな。いやいやいやはい、まあね、いや、こう出てってやー、マジで頼むわ。おいー、マジでないわ、ちゃうやん。なあなあなあ、大阪ごめんなさいね、ごめんちゃうやん、ちゃうやん、ね、ほんのちゃうやん。決勝までいらないんですよ。ゼロからいいですね。うん。いいけどさ、あの、ちゃうねん。うん。ちゃうねんな。うん。頼むわ。大阪じゃなくてよ。
いや、可愛いシーン、俺好きなシーンよ、ここ。そういうことじゃないんだよ、別に。だからといってやね。ねえ、ラスト。行きましょう。うん。消します。さあ。いや、ちゃうやん。ちゃうやん。なあ。世界一やわ、おぉ。いや、効果的にはまあまあ強いの当たるけどよ、今回さ。ねえ、ちゃうんよな、のどみやね。ちゃうんよ、ほんとに。さあどうでしたでしょうか。ペトラちゃん当たりましたよ。いやひょっ、はい、来ましたねペトラ。いや最高、うん、いやなかなか回復に特化したキャラということでなかなかいいですね。はい、使っております。はい、絶賛使っております。まあね、配信中にも言っとうと思うんやけど、俺はこの実況耳が出たらもうやめようと思っとんや。っていうかこのゲームを、いや分からへん。うん、だからまあ耳を当てたいと。ね。今日ポッキーの日なんですよ。11月11日。ね。耳もポッキーの日みたいなもんやん。なんか、縦棒ばっかりやし。ね。うん。ガチャをね、引きたいと思います。はい。ガチャはこちら。星3キャラ。確定ガチャ。うん。よーし。行くぜやっていこうと思います。はい。これをね。いや、もうね。狙うは耳のみですよ。俺は本当に耳しか狙ってませんので。はい。マジで、これで当てる気です。はい。マジで、もうこれしかない。もう魔法石というか、あれも、もうないから、食べるのも結構大変なんよ。ないから、これでいきますよ。ではいきます。一回行く。頼む。耳出てくれ。まあ、虹色。うん。それはそうですよ。はい。ふぅ、緊張の瞬間。さあ、扉が開きます。あ、みーちゃん言わんの？みーちゃんって言おうよ。まあ、確定ですから。よし！来い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 ！みみ。ちょっと待って、うるさい。ちょっとこれ、ちょっと待って。ごめんごめん。ちょっと待って。よっしゃ、こら、来たぞ、こんにゃろ。これ見てみーな、耳やぞ、こら。おい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 。ちょっと、落ち着こう。はい。落ち着きました。はい。いやーね、ほんとに。やっぱりね。僕のこのね、耳に対する、もう一筋のね、このね、一筋のね、このね、この心というか、ね、この心が通じたのでしょう。さすが、もうさすがセガ。さすがセガ、うん。セガ、もうさすがです。本当に、もう本当に本当に。いやー、嬉しいですね。いやー、ついに出たかー、耳。キャラとしてはそんな強いけど、キャラとしては強いんやけど、まあ、好みかっていうと好みじゃないけどね。怒られるな、うん。はい。まあ、まあ、うん。まあ、当然の結果。あ。はい。耳でございますでございます。本当に。耳でございます。はい、ございます。はい。ございます。頭おかしいなと。本当に、けど、なんか、耳出てもだから、今日で終わりなんやな、実況が、この実況。まあ、勝手に決めただけやから、まあ、もしかしたらコンプリまでやるとか言い出すかもしれんけど、まあ、とりあえず、一旦は、何かない限りは、ロストインメモリーズ、今回で、終わりと、実況終わりと、最終回と、させていただきます。
いや、なんか名残惜しいわ。うん、なんかもうなんか寂しいわ。おお、なんか寂しいわ。もうこう、なんか耳、うん、なんか寂しいわ。おお、まあとりあえずもう終わりますね。はい。あと最近タカトが一人実況を始めまして、はい。週1で出します。タカトが、日曜日で、俺が水曜日で、エイトは25日に出すって感じです。まあ、8は時々あの変動がある。まあ、いろいろ事情がありまして。はい。だから、週2投稿、チャンネルとしては、となったので、はい。よろしくお願いします。他の動画も。はい。ということで、これまでエリゼロスを見てくれた人、本当にありがとうございました。これのね、リゼロスの実況は、60日前、約、だったんで、だから2ヶ月前に始めたんですよね。多分配信当初からやりまして、まあ2ヶ月思ったより短いなと思うけど、あとこれで8本目だから合計8本だけなんやけど、けどもそっから毎日っていうぐらいやってきたんで、今回の星3確定のやつも60日ログインでもらえたやつなんで、いや本当にポッキーの日にね耳を当てれました。何の関係性も別にないけど。ありがとうございます。本当に。では、また違う動画で、または、また戻ってくるかもしれない、このリゼロス実況でお会いしましょう。ということで、じゃあ、バイバイ。リゼロス、ありがとう。